はい、皆さんこんにちは。今日は私、太田結衣のナイトルーティーンをお送りしたいと思います。ジブリに囲まれた27歳独身女のこんな夜の過ごし方、よかったら最後までお付き合いください。いつもね、帰る時間はバラバラなんですが、この日は夕方5時半ぐらいにはお家に着きました。帰ってすぐね、ソファーに座りたいとこなんですが、一回座っちゃうともう動けなくなるので、そのまま手洗い場に直行します。このね、右側にあるピンクのスポンジは最近手に入れたリリミューの指原莉乃さんのコスメブランドのやつなんですけど、置いているだけで可愛くてとってもお気に入りです。で、私は帰ったらね、すぐに靴下を脱ぎたいタイプで、お家にいる時は基本裸足でいることが多いですね。もう帰宅したら速攻脱ぎます。そしてこの日はですね、近くを通りかかった時にお花屋さんにひまわりが出ておりまして、私はね、ひまわりがね大好きなんですね。だからうわ、これはと思って買ってきました。ひまわりはね、もう1本だけで飾るとかでね、めちゃめちゃ可愛いので、この以前買っておいたキキのフラワーベースですね、花瓶なんですけど、これにキープフラワーを入れて、はい、ひまわりを飾ります。ほら、1個置くだけですっごく可愛い、夏が来たっていう感じがしますね。で、ここが私の小物置き場になるんですけど、その日使ったメガネだったりアクセサリー類を戻します。このね、ごちゃごちゃ感が意外と好きだったりします。そして大好きなコーヒータイムです。私はね、この手で割る氷が好きで、自動でね、今作ってくれるやつも多いと思うんですけど、なんかこのね、パリパリって割るのがね、好きなんですよね。シータのペアグラスはね、大きさがちょうどよくてよく使っています。コーヒーはブラック派です。このコースターはジブリ美術館で買ったんですけど、1から12までね、誕生日ごとにトトロがいて、私は9月なんですけど1月のを買いました。ここからはしばらくパソコン作業ですね。だいたいこういう時間で編集をしたりとか、あとまあ溜まってた LINE を返したりとか、まあなんかちょこちょこパソコンをやる時間っていう感じです。多分ね、 YouTube 始めてから1日1回もパソコンを触らない日は1ヶ月に1日あるかなっていう感じですかね。本当 YouTube を始めてからはこのパソコン作業がね、毎日の習慣の中に確実に入り込みました。それでは晩ご飯を作ります。さあ、今日は何を作るでしょうか。まずは、私はですね、高校の卒業論文でトマトについて書いたほどトマトが大好きでですね夏といえばということで、今日もトマトを買ってきました。シンプルにオリーブオイルとお塩でいただきます。これが私がもう最近一番お気に入りの千と千尋の神隠しの中華皿ですね。このね、中華皿が万能すぎて、もうほとんどご飯食べるときこれを使っているかもしれません。これとね、同じデザインのラーメン鉢もあるので、よかったらどんぐり共和国で見てみてください。
さあ何を作るかお分かりでしょうか。本当はね、今日はね、せっかくナイトルーティーンを撮るし、オムライスとかジブリ飯を作ろうかなとも思ったんですけど、私の習慣をご紹介するということなので、まあ本当に私が普段作っているものを作ろうということで、今日は生姜焼きを作っております。これね、本当にマジな話で、私ね、ここ最近週5ぐらいで生姜焼きをね作ってるんですよいやなんかね、私本当にそういう癖があって、偏食とかではないんだけど、その自分がハマったものをもう毎日ぐらい作って、その自分の一番しっくりくる作り方を研究するというか、まあ、それをねやりがちなんですよね。この間まではガパオにハマって毎日ぐらい作ったりとか、なんかそういう癖がありまして、今はね生姜焼きのマイブーム中で、毎日タレを作り、お肉を焼いて、タレを作り、お肉を焼いてやっております。いただきます。はい、そして出来上がった生姜焼きです。だいたいね、夜ご飯は白ご飯を食べないことがほとんどですかね。まあ基本的にあとは寝るだけなので、あんまり夜に糖質を取らないようには心がけております。まああとちょっとさっきお菓子食べたからねだからまあナイトルーティンとしては、まあ、夜は白ご飯を食べないことがほとんどだと思います。そして食べ終わったらすぐに洗い物をします。これがもう一回このままソファーで横になってしまうと絶対に明日の朝までやらないので、なるべくその日のうちにやります。あとお気に入りのお皿を使ってるとなんか汚れしたくないので、早く片付けがねできるようになりました。そしてそのまま自分も洗います。で、夜のナイトルーティンのメインはこのスキンケアですね。もうお風呂から上がったら1秒でも早く、まずはこのね高見のスキンピールを使っているんですけど、この美容液をね塗ります。このなるべく早く保湿することと、このパジャマだけねジョジョっていうのがこだわりポイントですかねちょっとねジブリのパジャマを買おうと思っているんですが、なんか今度ね新作で出るらしいので、それをね狙っているところです。で、美容液が染み込んだら5分後ぐらいに2回目のスキンケアをします。大事なポイントはこの美白美容液ですかね。私はねめちゃめちゃアウトドアが大好きなので、このナイトケアではかなりこの美白には力を入れていて、もう私はこのキールズのホワイトニングをよく使うんですけど、まあ、こういうの使ったりとか、あと美白系のパックをする日もあるんですが、基本はこのキールズのラインナップを使うことが多いです。そしたら砦で洗濯物ですね。今日はねちょっとまだこの後編集があるので乾燥機の力を借りてしまいました。
で、ここから寝るまではね、基本的には編集をします。だいたい毎日この寝る前の時間が編集の時間っていう感じで、まあ、こんな感じで、これはキャンプの動画なんですけど、全部ねフレームを打ってカットしてみたいな感じで、まあ、だいたい15分ぐらいの動画に仕上げます。でテロップをね1個ずつこうやって打ち込んでおります。でもうね、編集はねほんとやり下手したら私は結構楽しくなってずっとやっちゃうんですけど、最近はこの12時ぐらいになるとパソコンをやめて、なるべくこのアナログな生活をするようにしております。本当にね目が悪くなったのなので、ね、眠くなるまで、まあ、こういう本を読んだりとか、あとラジオも好きなのでね、こういう時間に聞いたりとかします。で今日はね、これあのルーティンっていう感じではないんですけど、今まではこれね、あのハウルの動く城のイメージしたこのベッドカバーを使っていたんですけど、この間ねこの耳をすませばのベッドカバーをプレゼントでいただきまして、このね地球屋のこうイメージしたやつらしいんですけど、ちょっとこれに今日は変えてみようと思いまして、ベッドカバーをね新調します。はい、こんな感じで枕にエリーゼとドワーフ王がいたり、バロンがいてくれたり、もう耳すま好きにはたまらないデザインでした。かわいすぎる。で、大体こんな感じで寝落ちしてしまったりとかして、テレビつけっぱなしとかが多いんですけど、はい、いつもこんな感じで私は家に帰って眠りについております。なんかほんと生活の一部にこういうジブリグッズがいてくれたりとかして、私はねお家が大好きですね。はい、というわけで以上、ウォータユイのナイトルーティーンでした。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。